はい、タコです。今回は人生お金じゃないという言葉の真っ赤な嘘という話をしていきたいなと思います。本編に入る前に一点ご報告をさせてください。いよいよ明日12月11日水曜日の夕方18時にメルマガ読者様限定で私の新プロジェクトの発表をさせていただきたいと思います。過去に私が1000万円以上の自己投資をして得た私のお金の状態を好転させてくれた知識の集大成プログラムになります。 もし無料でこのご案内をご希望される場合は動画下の説明欄にメルマガ登録フォームがありますのでそちらからご登録をよろしくお願いいたしますそれでは本編に入っていきたいと思いますもう結論から言います世の中の問題のほとんどがお金と例えば戦争がなぜ起きるのかもう突き詰めていくと根本原因はお金ということです、まあ、つまりビジネスですということですね 本当にお金が無限にあり富が無限にあれば戦争する必要がないということですね殺人がなぜ起きるのかこれも突き詰めていくと、まあ、怒りだったり恨みだったりとかいろいろあるんですけど根本原因というのはほとんどがお金の問題ということですねなぜ人が離婚するのかと、ね、これも突き詰めて突き詰めて考えていくといろいろありますが表面上どんな建前があったとしても最終的には ほとんどがお金の問題ということですね起こっている問題はお金じゃないと思いたいけれども今起きている問題はお金の問題じゃない誰もがそう思いたいでしょうしかし現実は違います今起きているほとんどの問題はお金で解決してしまいます試しに今直面している問題の根本を考えてみて今無限のお金があったら解決するんじゃないかというふうに考えてみると ほとんどの問題が解決してしまうことがわかります極端なことを考えてみれば一瞬でわかりますもし自分が億万長者だったら会社の上司が嫌で会社に行くのが憂鬱お金があれば会社を辞めれば解決毎日会社で同じ仕事の繰り返しでつまらない自分のやりたいことをやりたいお金があれば会社を辞めて好きなことを始められる 結婚していて相手と何が何でも別れたいが子供を育てていけるか心配お金があれば離婚して解決毎日仕事を頑張ってるのに家では家族にどやされ何のために頑張っているのか分からなくなるお金があれば頑張る必要なし家族との時間も作れますと一瞬で解決しますということですね、まあ、正直付き合いたくない相手だが取引を成立させるためにしょうがなく付き合っている これもお金があれば無理に付き合う必要性はないと。関係性をすぐ立つことができるので問題が解決するということですね。まあ、一度起きている問題に対して自分が億万長者だったら解決できるのではと妄想してみれば一瞬で答えが出ます。あ、ほとんどがお金で解決するんだということに。認めたくないかもしれません。目を背けたくなるかもしれませんが、そう、世の中ほとんどお金で解決する問題ばかりです。 お金に困っていると、本当の優しさとは自分の心に余裕が持てて初めて発揮されるから自分が苦しい状態で相手に優しさを見せても相手は無理しているとすぐに気づきますその時点で本当の優しさとは言えません少なくとも短期間見かけだけの優しさを見せることはできても継続して優しさや思いやりを発揮し続けることはできません 自分を満たしてから他者を満たせるどんなきれい事を言ったとしても自分が満たされていないのに本当の意味で他者を満たすことはできません例えばどんなにボランティアを続けたいと願っていたとしても自分の生活がままならなければボランティアをすることができません仮に短期間相手を満たしているように見せかけることはできても本当の意味で満たしてあげることはできませんだからまずは自分を完全に満たしきる必要があります 順番はは自分が先でで周りは後ですお金の面でも全く同じことが言えます例えば一人一食数万円するような高級レストランに行って好きなものを好きなだけ食べれる経済状態だとすれば一緒に食事をしている相手にも好きなものを好きなだけ食べていいよと何の抵抗もなく心から言ってあげることができますしかし自分がいつも金額を気にしながらなるべく安いものを選んでいたらどうでしょうか 表面上の言葉だけ好きなものを好きなだけ食べていいよと言って最初はごまかせたとしてもすぐに相手は無理していることを察します相手に本当に与えたいならまずは自分からだからまずは何を差し置いても自分のお金の状態を良くする必要があります相手を幸せにしてあげたいのであれば相手を満たす前にまずは自分の財布の中身を満たしていく必要があります以前の私はお金に全く縁がありませんでした 32歳で無職になり貯金もゼロその日生活するので精一杯でしたその時はお世辞にも周りに何かをしてあげようという気持ちすらありませんでしたこのままちゃんと生きていけるのだろうかそんなことばかりを考えていましたもちろん周りにいる大切な人に何かをしてあげることなんて全くできませんでしたお金さえあればもっとお金があれば まさに水から出されてしまった魚が水中の酸素を求めて苦しむかのように自分自身の生活を満たすことで精一杯でしたあの時の自分と今の自分を比較してみれば全く違う人生になっていると確信しています好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことをやる人生は希望に満ちあふれている充実しているそう思えるあの頃と今を比較して決定的に違うものは何だろうそう考えてみたらやっぱりお金でした 私がこの数年前に持っていた価値観人生お金じゃないよねこの価値観は数年後にはこうなっていましたお金は人生を変えることができる素晴らしいものはい、えー、最後に一点ご報告をさせてくださいいよいよ明日12月11日水曜日の夕方18時にメルマガ読者様限定で私の新プロジェクトの発表をさせていただきたいと思います 過去に私が1000万円以上の自己投資をして得て、私のお金の状態を好転させてくれた知識の集大成プログラムです。もし無料でこのご案内をご希望される場合は、動画下の説明欄にメルマガ登録フォームがありますので、そちらからご登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。感謝いたします。